私実は以前からこう動くおじさんボックスに乗るのが非常に苦手だったんですよね。でもこのコロナウイルスが蔓延したことによって、そのリモートワークの普及率っていうのがぐっと上がったじゃないですか。なのでこう、動くおじさんボックスに乗る機会が大幅に減ったんですよね。ですからコロナウイルスっていう一つの出来事が起こったとしても、そこには必ず悪い側面といい側面、あ、こんにちは。生年月日です。なんか洗濯物ってめんどくさいじゃないですか。干すの込みで。すげえめんどくさい。私嫌いなんですけど、洗濯物をするのが。だから一週間に一回しか洗濯しないんですね。今日はその洗濯の日です。記念すべき。違う洗濯物ですね。基本的には下着類と、あと T シャツ、トップスですね。カットソーとかしか私は洗濯しないんです。というのも、ホテル暮らしだとね、このタオルとかは基本的にホテルから支給されるものを使うわけですから、洗濯の必要がないわけですよ。で、私パンツ類はもうほとんど洗濯してないですから、そんな臭くなるほどでもないでしょ。めちゃくちゃ俺のケツが臭いとかあれだったら、大丈夫か、不安。大丈夫ですね。そんなにお尻のところも臭くないんで。まあ大丈夫でしょう。そんなに臭くないと思います。ついでにご飯も作っちゃおうかな。今日のディナーは、サバの照り焼きとご飯ですね。じゃあご飯を食べていきましょう。もう顔面とね、食べ物が映る角度っていうのが非常に難しいですね。もうちょっと画角広いカメラ買おうかな。支障が出てきましたね。ただまあ、収益化がね、できないとどうにもできないわけですよ。まあそれは言い訳なんですけど、買おうと思えばね、なんか溶眼のレンズとか買えるんですけど。なんで皆さんお願いします。ちょっとね、登録者数の増加狙って、てっぺん撮りたいんで。自分 YouTube でてっぺん撮りたいんで。うん、美味しい。ドイツのビールも買いましたよ。ダークウィート。ベアビールのダークウィートですって。美味しいですね。ビール。去年はオクトーバーフェストとかが開催されなかったから退屈でした。まあ開催されなかったからっつっても2年ぐらい行ってないんですけどね。なんか去年さ、コロナになって、なんかいろんなものが中止になったじゃないですか。でなんか、うわぁコロナだからこれこれ中止なんだ今年とか言ってるけど、もう数年行ってないけどねみたいなの結構なかったですか。毎年行ってるのにみたいな悲しみ方してみたけど、実際はそんなに行ってないみたいな。あるある、コロナあるあるですね。ほん最近ね、セブンのサバの塩焼き、あ、ビールめちゃくちゃ美味しいです、これ。うん。なんか似てるな。まあいいや。セブンのサバの塩、セブンっていうか分入れね。分入れのサバの塩焼きにハマってて。今回はファミリマのサバの照り焼きなんですけど、これもなかなか美味しいですね。いや、コンビニすごいわ。めちゃくちゃすごい、コンビニ。すっごい美味しいもん。マジサンキュー。流通。とか、いろいろ。なんかさ、いろんな矛盾とか、それ本当なのっていう違和感を、まあそういうもんだ。諦められるようになった人たちが、その組織の中でちゃんと功績を上げる人間になるわけですけど、私みたいに、それ本当なのとか、すぐ疑うやつはね、あの組織に向いてないんですよね。めんどくさいから。しょうがないよね、そんな。こう育っちゃったんだからもうしょうがない。これで生きていくしかないんですよ。無理したって死んじゃうからね。無理したら死ぬからね、皆さん。特にその自分の中で考えが固まってれば固くなってるほどそれが硬いものほど折れますから。固まってないやつはすぐふにゃふにゃって曲がるから。いろんな考えに順応できるけど。硬いがゆえに、他のやり方を強制されるとすぐに折れちゃいますから。メンタル強い人ってメンタル弱いんですよ。食べるラー油しか勝たん。
この、しか勝たんっていうのは、何なんですかこれ。何を発祥とする何にしか勝たん。勝敗は、何なの何の勝敗なのそれ。勝つって。めんどくせえ。めんどくさいな、このおじさんって。で、言いたいのは。その通り。私本当にYouTube 越しに見てるのがちょうどいいと思いますよ、本当に。めんどくさいからね。すぐふざけるし。歩いてるだけでふざけんだから。疲れちゃうよね。あ、今のボケたの今のボケたのわかりにくいボケとかしちゃって。あ、今のボケたんだと。反応できなかったとか。ごめんね。ちょっと酔っ払ってきたな。これもう食べるラー油さえあれば、いくらでもご飯食べられるんだよな。うん。すごい発明だよ、これは。よく思いついたよね。食べるラー油なんて。飲むアボカドとかもできんのかな、これから。森のヨーグルトみたいな触れ込みで。飲むアボカドっていう。出ねえよ。食べるビールとか、喋らないフワちゃんとか。出ねえよ。洗濯終わったかな。だいたい下着類はこうやってね、バスタオルを敷いて、よいしょ、よいしょ、よし、こんな感じでね、下着類はバスタオルの上にこうやってバサッと置いとく。乾きますからね、これで。これユニクロのエアリズムみたいなのがあるから、この辺はもうすげえ乾くやつなんで。 T シャツはね、このトイレがあるんですけど、この上の部分にね、かけるわけですよ。でもこれちょっと怖いんですけどね、これ落ちたらもうトイレにね、そのまま落ちちゃうわけですから、これが用を足した後にこれ落としちゃったなんて考えてみてくださいよ。ええー、恐ろしい、恐ろしいことですよ、これは。